皆さんおはようございます。本日も動物森をやっていこうと思っておりますが、ちょまたですね、島のレイアウトをガラッと変えています。はい、前回で、この空港基準にこの両側の滝を作るか、それとも広場に直線にするかで悩んだって言って、どうしてもやっぱね、広場から見た方が綺麗だったんですね。なのでちょっと夜な夜な作業してこういう風に作り変えました。で、なんかもうどうしよう、ああしようっていろいろ考えてるうちに、とりあえず橋だけ作って、で、壁の滝を今取り壊してしまって、どうしようかな、なんでる最中です。だから、この崖のエリア、一段高いエリアをもう、この橋からこう上にガッて伸ばすのも悪くないなっていう風に思いながら、ちょっといろいろどうしようっていう、なんか一個やるにしてもさ、やっぱ結構莫大な時間と、あとやっぱコストが必要じゃないですか。なのでちょっと悩んでます。まあ今日は玄関周りの方は何もいじらずにやっていこうかなと。前回どんどん広げていった奥の方の段差の部分を、なんか改築していこうかなっていうふうに思って。あ、でもこれ何、落とし物じゃないこれ。せやんな、誰のやつの。これはちょっと探してあげようか。じゃあまずクマロス、お前のものかこれは。はいか家で答えろ。見せてごらん、オパ。これ見せてごらんって。お医者さんじゃないんだから、なんか。こいつの、インテリ感半端ないよな。ごめんよ、こういうのは僕の好みじゃないかな、オパ。キャラメルくんとか、ああ、じゃあキャラメルのやつなんかな。この住民が、これってなんか誰かが持ってた気がするけど、いやでも本当にそうかわかんないよっていうやつが、なんか外れてたこと一回もないんだけど。ちょ、念のため、このアンヌにも聞いておこう。念のためな。今日のバットも素敵ね。塩の香りで、ここまで出されちゃう和風。落とし物してないみたいなコマンド出ないな。あれ出ねえわ。あ、出ないんだ。あ、じゃあ、せっかくだから、たまにはこういう大紫とかあげるか。なんか似合いそうじゃない、大紫、アンヌさんに、ほら。ね、何かお礼をしたいわね。そうだ、ペットのご飯を。このペットのご飯ってアイテム、だもうなんかもう3つ目ぐらい、住民からもらうの。あ、キャラメルがちょうど。キャラメルがちょうどいるぞ、ほら。何てんのこいつら。まあ、割と厳しいです、ワン。これ落とした？あら、見せてもらえますか、ワン。じゃあもうこれキャラメル確定じゃん。これ。これをあげた時の日記帳だ。何が書いてるんだろう。どうしよう、なんかデスノートみたいに。ただなんか住民の名前が羅列してたら。そこに俺の名前もあったらどうしよう。エフェクターセット。これなんか家で使う系のアイテムっぽいけど、ちょっと並べてみるか。あ、なんか、あれだ、音楽を仕事にしてる人が家に絶対あるやつだ。タスカムのなんかそういう、なんていうの、俺も昔よく実況動画、実況撮るだけなのに調子こいて、こういう、なんていうの、買ってたわ。エフェクターみたいなやつな。お、なんか会話してる。あなたの、カラメルさん、その服あなたにとても似合ってるわね。本当ですか？嬉しいです。実は変だと思われてるんじゃなくて、心配だったです。ワン。すごく似合ってるって。ねえ、モコさん、そう思わない？ふう。なんで答えよう。まあ、でも、やっぱさすがに似合ってるって言ってあげたいよ。この、メロンパン柄のさ、この、なんか、キャラメル特有のこれを否定したら、もう、このキャラメルというキャラクターそのものを否定することにつながるからな。さすがに似合ってるでしょ。この服、たった今から私の一番お気に入りになりました。帰ったらお洗濯して綺麗に畳んで、タンスに大事に大事にしまっておきます。いや、着なきゃ意味ないやろー、ドーンっていう、そういうツッコミ。それじゃ、ただのタンスの肥やしを風、あ、ツッコミのセンスがアンヌさんに負けてました。あ、ちょっと待って、モーコーこっち、え、めちゃくちゃ可愛いんだけど、モーコーの新しいニックネームについていろいろ考えてたんだ。え、なに、今、着々と住民たちにこのモーコーっていうあだ名が浸透し始めてるのに。もう変えられんの？どんなの？モコピー、やべえ、モコピー、え、結構嫌なんだけど。いやでもなあ、せっかくつけてくれてるからなあ。まあいいや、モコピー派とモーコー派がなんか二派閥あるみたいな、そういう感じでいこう。なんか前持ったところモーコーって呼び名をね、リリアンがつけてくれたんだよね。お、なんかまた会話してる。なんか今日住民がすごい活発じゃない？さすが元は無人島でってあげたら、ここは緑が多いよね。そうですね、いろんなお花が見られるので私嬉しいです。だよね、育てことない花もあるし、腕は鳴るってもんさ。パタヤさん、お花が本当に好きなんですね。私もお部屋に飾るのが好きなんです。花を飾ると家が軽くなるよね。でもこの島の花を見てると、自然のままの姿もいいなって思うよ。え、
なんかそんなこと言われたらね、一生懸命改築してんのがバカらしくなってくるんだけど。虫が嫌いなんて言っちゃってこんな島で暮らしちゃいけないよ。まあでも虫になれるまでうちがどうにかしてるから、あんた何かあったらいいな。どうだよ、めちゃくちゃいい姉御肌だね。ふパタヤさん、なんだかかっこいいですし、そのちょっとなんか色恋沙汰に発展するのだけは勘弁してほしいんだけど。あ、ニコ版がいるじゃん。君は今から何をするつもりだ。僕もこっそり真似しちゃおうかな、猫。全然真似してもらっても構わないけど。今日は外にいる人とこの家の中でいろいろ暮らしてる人が、あれだな、分かれてるね。まあまあ、おのおの、今日もこの抜刀での日々を過ごしてるといったところか。このね、崖の上を今日は、まあ、ある程度、整地したいかなっていう、ふうに思ってて、なんか俺、この崖埋めるときにさ、これ、こんななんか、変な隙間作っちゃったけど、これって、どうしようもないかな、もしかしたら。こっちからちょっとガーンって穴開けるしかないですかね。ちょっとそれもいろいろやってみるわ。で、竹をちょっとここに、実は若干植えたっていうのは多分動画内でやってないよね。で、ここのレンガじゃない、これ赤い鉄骨の、坂ができてると。やっぱそのコンセプトとして崖の上にもう一つの世界があるっていうのを俺は実現したいので、まあここの上をどんどん作っていくねんけど、こう下のさ、ここの右左下にある川あるやろ。この川がな、なんかエイブルシスターズにちょっと遮られてて、ちょっとなんか変な感じになってんねんけど、一応つながってんねんか。で、この川ってもうなんか動画内で何回も言ってる通り、もう天然のやつだから、ほら、このね、海辺から生えてる天然の川なんで、もうこの川の位置って絶対揺るぎないんですよ。なので、まあ、ここまで伸びてるやつ、まあ、そのうちとエイブルシスターズの位置をどっかに移し替えて、一直線にすんねんけど、例えばね、ここに横の川があって、この上から池があってみたいな。で、この横の川をここにつなげることができたら、めちゃくちゃ綺麗なんじゃないかなっていう。そういう。で、川があることによって、こう、地上と、この2段階、3段階上の世界が、うまい感じにこう、隔離されるんじゃないかなっていうふうに思って、それを今日はやっていきたいと思ってます。なので、まあ、やっぱり、何かとこの、はしごと崖ライセンス工事、河川ライセンス工事を今日もひたすら使っていくっていう作業になると思うねんけど、まずさ、めんどくさい。ここ一回ちょっと弾こうか。これでもまずさ、この川埋めないと下からこの崖工事ライセンスで埋め立てていけないから、まずこれ埋めなあかんよな。これもともと何やったっけ？ちょっとなんか今度自分の動画見返してみるわ。あ、なんか一回そういうのやってもいいかもね。もう本当に第1回のあつ森実況と現在のその島のこの見た目をどんだけ変わったんか比べるみたいな。だってもう原型がほぼないやろ。まあ、この辺ってまだ原型に近い部分やねんけど、それでももうこんなん元々あったかどうか覚えてないからね。ちょっとその辺の作業今からやっていきますね。はい。これ、このね、穴だけちょっとしっかり埋めておきたい。多分こうやらなきゃ埋めれないよね。下に降りて埋めて、じゃあ1マス分埋まんないもんな。こうやらなきゃあかんよな。オッケー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 。で、あ、なんか風船があるからこれはちょっとパチンコで落とさなきゃ。オッケー。俺このもうなんか水と思う。大体位置分かるようになってきたわ。で、せやな、この崖こじらんせつでここ崩して、ここぐらいまで川伸ばすと。で、その何ていうの、対極線っていうのかな、この突き当たりの部分から今度右から川が流れてきて、そこに滝がジョボジョボジョボって来るから、この木ちょっと切り倒そうか。蜂絶対来んな。もう 100% 来る。蜂が 100% 来んねんけど俺の島。これ何なん、知らずにあれかな、蜂の巣の固定化が進んでんのかな。絶対に行かれんねんけど、まあ別にいいや。一発目やったら俺ね、受けてもいいって考えなんですよ。別に家で戻されへんやろ。二発目からはもう逃げるしかないけど。で、これ引っ込めて、ここ河川で伸ばしていくと。うん、オッケー。あれ、なんか今日は住民同士の会話がすごい多いな。聞いてみていい？あら、モコさん。熊野さんが、あら、私をヒロイン役にして演劇をやりたい。うわ
なんか怪しい、そういうなんか劇とかのなんか台本書く作家の人みたいな。そうだ、せっかくだからモーコも出てもらおうかな。君はそうだな、村人 A の役で、そして僕はオパ、お前はもうあれや、石ころの役でもやっとけよ。お前石ころなんて難しい役なんだ。これは君くらいの状態になるぞ。あれかな、もう、ね、役者魂が入りすぎて、この石ころ一個にもどんなだけのその魂を込めてやるかみたいな、そういう、あ、石ころという大役を前に僕は感情の高ぶりを抑えられない。石ころは感情を抑えた方がよくない？あなたポジティブすぎて時々怖いわ。ふう、わかる。いや、アンナさんの言ってることすごいわかるわ。確かにクマの巣ね、ポジティブですごいいいやつなんだけど、たまにそのポジティブすぎるがゆえに なんか正常なそういう メンタルというか理性みたいなのがちゃんと備わってんのかなってたまに心配なんだよ。大丈夫かなこいつって、普通じゃないやん。だってうわすげえ。でもクマの巣のこれ なんなんこれ性別がわからん。てかえ、ちょっとこれここの木も邪魔やから倒そうかな。これ村人の会話とか見れへんの最悪やん。あ、よかった、奇跡的にしっかりと蜂の巣が落ちないと。蜂の巣が落ちてこない方が珍しいんで。あーでもすごい良くなってきてるわ。どう、なんかここにさ、こういうしっかりとした川があると良くない？で次はこの上から滝を流していくんで、そこもしっかり見とけよお前ら。なんか また会話してるで、また会話してるで。あらあら、おかしいわ。あなたやっぱり朝食にはカルボナーラが仕事だね、母って言ってたわ。それはそうだろ、だって君、ちょっと待ってくれ、今の人と喋り方何なのかな。まさかと思うけど僕のモノマネ、そうだけど似てたでしょねえモコさん。ふう、いやなんか確かになんかちょっとわかるわ。ほら気だったらしいわ。あ、やべえ、クマロスのなんかクマロス痛いとこ疲れて普通にショック受けてるわ。これ君らにこんな風に思わせるなんてショックが立ち止まるのないよ。僕の心は君たちが思う以上にないようにできてるんだ、優しくしてくれなきゃ壊れてしまうよ。キリもう立ち直っとるやんけ。大丈夫クマロスさん、あなたの心は想像上に強いみたい、壊れないから安心するといいわ。ふう、いいな、こいつらの会話めちゃくちゃ面白いわ、一生聞いてられるわ。 OK、 では次にこっち側を崩して滝にしていくと。マス目も結構重要なんだけど、橋がギリギリかけられるぐらいのマスがいいんですよね。何マス上げた今、カウントして1、2、これが2か3、これが4か、4マスでいいんだっけ。5マスぐらいいるよな。ここにガーって橋かけたい。でこの辺ももう全部後で埋めるけど、でさらに今度はこっちから滝が流れてますっていう。まあそれか、足食ったな。これいっそのことこれ斜め滝とか作ってもよかったんかもしれへん。あ、斜め滝ありえな。今からそれ軌道修正できるかな。いや斜め滝って作れるよね、作れるはずやね。ここからやな、ここから。あ、できた、できた、あ、できたわ。違う。このなんか斜めの細かい作業してるときにこうやってうんでうんもうやっちゃうとほんまに鬱陶しいねこれ。これ。あ、こうよしできた。で次はどうしようかな、ここも崩すか。ちゃんと本当にできるかどうか、まあ多分いけるけど、あ、できない、もしかして。え、嘘、え、はできやねんけど。おい、下から行くんか、もしかしたら。あ、下からの可能性あるわこれ。斜め滝でもなんか動画とかでやってる人おるやろ普通に。え、できないんかい。なんか完全な
この横の斜めみたいなのはできへんけど、それに近い疑似的ななんか斜め滝みたいなのはどうやらできるっぽいので、それをちょっと真似してみようかな。ああ、どうしたん？ちょっと待って、今めちゃくちゃシビアな作業してるんだけど。ああ、リアクションか。オッケー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 。お前バレンタインに別にチョコとかもらえへんやろか。オッケー。おそらく、多分こういう形を繰り返すんだと思うんだけど、いやでもこれで斜めなんのかな。ちょっと待ってくださいね。これ、まあいろいろ、まあ完全にその人の真似とかをする必要は、あーな、おー、あーなんか良くない、お、モコオリジナル斜め滝みたいな感じで、いや、ぽくなってない？どう？これで、ちょっと待ってな。1、2、2やろ？ 3。あ、いけたかも。これいけたかもしんないわ。あ、俺、熱盛のプロか？もしかしたら。こうじゃないですか？先生。で、待てよ、ちょ、もしかしたら今日一日この斜め滝を作るので終わるかもしれない。で、河川工事を開く。お、埋めんじゃねえ、マジで。ダメだよ、そんなことしたら。あ、ほら。これで、で、ちょっと待ってね。俺が確かめたいのは、この距離沿いに橋作れたら、下とかが、めちゃくちゃ綺麗になると思うねやんか。いや、ちょっと待ってな。これ一回ここガッと削っちゃうわ。これ多分5マスぐらいさ、あるよな。いけんのこれ。あ、全然いけるやん。全然いけるやん。え、しかもなんならこれもう一段ぐらい増やした方が。あれ？もう一列分ぐらい。増やせれる？これ。あ、これ長さ的にダメだ。なんかいけそうな気がしたけど、ダメなんだ。あー、オッケーオッケー。じゃあ今ので、いいや。ここね、ここをね、うん。この長さね。オッケー、わかった。そこは、ちゃんと守るわ。オッケー、じゃあいけるのはわかったから、このまま作業進めます。お、すごい。いい感じ。あ、いい感じや。あ、めっちゃ綺麗じゃない。ほら、ここの空間すごい綺麗になってない？もうほら、綺麗すぎて高め湧いてんもん。ここにほら。言語廊下これ。めっちゃええわ。ほらほら見て。もう、ものの見事な川になってない。で、まあ、ね、難しいんですけど、ここもね、ちょっとこうやってガリガリって削っていくわ。ただ問題点はさ、今の現状じゃもう移動がすごいしにくいっていう。だから一刻も早くこの坂とか、あの橋系をもう毎日のように設置していく。でもなんか調べるとね、あれらしいのよ。なんかもう一つの島に橋と坂それぞれ8個ずつしかなんか植えれないらしいので、まあその辺はしっかりね、ちゃんと管理していきながらやりたいところではあんねんけど。いやでもすごいやん、ほらこの上の空間ね、ちょっとなんか見違えた感ない？ほら、綺麗。こう上にあって、こうガーっていったら、え、しかもこういう遊び方もできる、ほら。みんな小学生の時やったやろ、こうやって。川のこの上の石をさ、ケンケンパで歩いていくっていう。まあ、てかさ、それこそさ、この辺もう崖工事ライセンスで、ガーって埋めていってもいい気がするよね。崖をこう、そこ一マス空いてんねんけど、ここが、崖を伸ばすってよりかは、単純にこの空間の、こっちの花畑の空間のスペースを一段上に広げるっていう形で、後々対応しておこうかなというふうに思っております。まあ、なので、今日はその辺のお立ちで、とりあえずここだけ埋めて、
まあ一旦こんぐらい埋め立てておいて、まあ細かい微調整は後ほどやっていくという感じですかね。え、よくない？めちゃくちゃええやん。で、この河川工事ライセンスを使って、ああ、これできれば、あ、間違えた。ここのマス一回埋めようかな。すごいね、もう。完全な作業動画やな、これ。作業動画やで、これ。ほんまに、ほら。これこれこれ。で、ここ。俺ね、思うのがね、これ、この角にエイブルシスターズ持ってきたのかな、みたいな考えてんねんけど、どうその発想。その悪魔じみた発想。おう、なんかいい空間になってきたんじゃない？じゃあもうここ橋作ろうか、一旦。橋予定地キット。これまっすぐ吊り橋の場所。まあもうここに決めます。さっき想像はしたんで。はい。で、これも問題がね、これちゃんとこう なってる？あ、OKOKOK。この橋、ここから上がってきてまっすぐになってると。で、お次はこのエイブルシスターズ。あの位置を変えるためにね、エイブルシスターズのこのポジションに俺持ってきたろうかなっていう。オッケー、こんぐらいのさ、スペースがさあればここにエイブルシスターズ置けそうじゃない？ちょっと横幅がどんなもんやったかあんま覚えてんねんけど。あ、ちょっとアイテム整理の一環であそこにパラボラアンデラ置いた。どう？位置的にはでも一番良くない？この島のいっちゃん高いところ。ここね、この空間にエイブルシスターズを置けたらすごいおしゃれなんじゃないかなと思いましたので、ちょっとそれを一回試してみるね。いけるかな、これ。アサミ姉ちゃん見頃見て、ああ、よかったー。この、キネユさんの話わかるからな。でも、アサミ姉ちゃんと俺仲良くないから、これもし、許可、二人とも許可いるってなったら、結構めんどくさそうだったから、よかったわ。これで、じゃあ、仕立て屋さんの位置の変更ができるということなんで、試してみます。どう？これいけるかな？でも。どう？あ、え！ぴったりやん！ぴったりやん！ぴったりすぎて、ちょっと、びっくりするぐらいやねんけど。ぴったりやん。あ、じゃあ、右の小脇のところのこの滝だけちょっと今作るわ。ほら。じゃあ、もうここに決めちゃいましょう。ね、やっぱ、住宅街理論で崖の裏側に作ると、後ろのスペースも余計に映えるから、今までの仕立ての場所よりいいんじゃないかなと思いますね。あとちょっとおしゃれ、やっぱり。おしゃれやん。ジブリアニメとかに出てきそうな仕立て屋さんになると思いますわ。明日から。はい。ということで今日は仕立て屋の移設とここの川の工事やっていったんですけれども、明日になるともう一気にその辺が、ガッて完成するんで、これ楽しみになったわ。これ楽しみやわ、マジで。はい。ちゅう感じで今日は以上で終わっていこうと思います。